タワーレコード渋谷店。当番組は、B1 回カットアップスタジオから配信されている、ナンバーカズミのアイドル36夫サは、タワーレコードのタワレコ TV で配信されている、ストリーム放送。タワーレコードが提供するアイドル楽曲紹介番組。音楽ライターのナンバーカズミとタワーレコード社長の、ミ脇育夫がパーソナリティを務める。2012年11月のタワーレコード。 渋谷店リニューアル、および、ドンムネとのコラボレーションによる、ストリーミングメディア、タワーリコードミューン渋谷の開設によって誕生した、同店地下1階のイベントスペースカチュープスタジオから、配信されている。毎月第1木曜日21時15分からナンバが、アイドルソングを紹介する、定期放送のレギュラー会に加えて、ゲストを迎えて、トークを行う特別編、ゲストのライブを中心とした、 番外編などからなる。番組開始当初は、ナンバによるアイドルソング紹介会が番外編とされていたが、2014年以降はレギュラー会となり、故障が逆転した。第1回の和田彩香出演時、台本がないフリートークで、和田が2時間持つか不安というアップフロントのスタッフの配慮でサプライズゲストで、いい久保春菜が登場した。 2015年9月17日の拳ファクトリー、出演時もナンが、スタッフさんが台本が存在しないことを心配していたと語っているように、台本が存在しない完全なフリートークであることが伺える。配信プラットフォームは、番組開始当初は前述のタワーリコードミューン渋谷であったが、ドンブネとのコラボを解消し、2013年6月よりタワーレコード独自の タワーリボルブプロジェクトに移行、当番組がタワレボーのコケラ落としとなった。さらに、2017年5月より、タワレコ TV にリニューアルしたが、タワレコ TV のコケラ落としも当番組であった。ストリーミングは当初ユーストリームを使用していたが、2016年3月より、ミベフレッシュに変更。変更後しばらくは、スマートフォンでの視聴は、ミベフレッシュアプリが必要とアナウンスしていた。 フレッシュライブのサービス終了に伴い、2020年12月からは、オープンレック TV での配信に移行する。配信プラットフォームによるアーカイブは原則として、行っていないが、2020年7月、YouTube に、ナンバカズミのアイドル36フサ、アーカイブスチャンネルを開設、2020年6月レギュラー会よりアーカイブを公開している。レギュラー会の観覧は無料であるが、 終了時刻が23時を超えるため、18歳未満は保護者同伴でも入場不可。また、渋谷店の閉店時刻である23時以降を新たに入場することはできない。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年3月から無観客配信を行っていたが、同年9月よりレギュラー会の観覧を再開。当日渋谷店にて配布される。 整理番号付入場券所持者に限り入場可能で終了予定時刻が23時以前となることから注意事項に18歳未満入場不可とは記載されていなかった。新型コロナウイルス感染症感染拡大により2021年1月より再度無観客配信となっている。特別編は渋谷店で対象商品購入により配布される。 観覧券が必要であることが多いが、2017年10月3日の100回記念座感謝祭。初心 SP ではゲストを呼ばず、ナンバ、令和期の二人で進行したため入場は無料、かつバーガウンターのビール、またはウーロン茶一杯が無料となった。紹介する音源は、全国流通していないライブ会場限定の CD、R をナンバが現地で購入したものが、大半のため、 タワーレコードに置いていないことも多い。入手困難な CDR や音程補正をしていない未完成な曲などが36ふさらしいとして好まれる傾向がある。アイドル自身や運営、求動者による CD 音源の持ち込みも可能であり、地方在住の視聴者からタワーレコードに郵送されてきた CD をかけることもある。飛び入りゲスト飛び入りゲストは申し込み順に 毎月5組を目途に出演という形をとっている。当初は2ヶ月連続出演不可と緩い縛りだったが、2017年に入ってから出演の申し込みが急増、同年9月より1回出演したゲストは次に出演するまで6ヶ月空けることが明文化された。それでも、2020年1月のゲストが約5ヶ月前の2019年8月で埋まってしまったため、 2020年2月より配信当月または前月に新プリリースがあるアーティストに限ることが追加され、さらに3ヶ月前の1日より受付開始と変更された。なお、原則としてナンバーや番組側からのオファーは行っていない。2018年まで音玉レコーズ所属アイドルが半ば定期的に出演しており、音玉枠などと呼ばれていたが、 これも番組側があらかじめ枠を取っているわけではなく、早くから音玉側が申し込んでいたためである。サブロック市2017年2月よりタワレコで売っていないアイドルソングを番組配信中に限ってその場で買えるようにするため、タワーレコードの点灯、オンラインにて取り扱いがない CD、CDR、DVD などパッケージ商品を対象に36封鎖市場が 会場されることになった。さらに、2018年7月、渋谷店3階 J、ポップフロアにて、ナンバーカズミのアイドル36フサ、サブロクシ出張所、コーナーが開設された。特に出店制限を設けていなかったサブロクシも、2019年9月は10組、10月は12組の出店があり、担当者によるキャバオーバーとのツイートがあった。そのため、 2019年12月より飛び入りゲストを含めて8組を上限とすること、前後1ヶ月に新婦のリリースがあることが出展の条件になった。ただし、エモエは2019年 R グランプリの副賞として、新婦がなくても出展できる権利を獲得している。2020年3月以降、無観客配信となったためサブロック氏は休止、11月より再開されたものの、 飛び入りゲストのみ、時間を区切っての開催となっている。ナンバが独断で選ぶ。2015年に初開催、好評につき2016年以降も行われている。CD の持ち込みは紹介せず、飛び入りゲストも受賞者のみとなる。2015年2015年12月18日、配信、年忘れ。2015R グランプリで発表。 2016年2016年12月27日、配信、年忘れ。2016R グランプリで発表。2017年2017年12月28日、配信、年忘れ。2017R グランプリで発表。2018年2018年12月27日、配信、年忘れ。R グランプリ2018にて発表。 2019年2019年12月26日配信、年忘れ、R グランプリ2019にて発表。2020年2020年12月28日配信、年忘れ、R グランプリ2020にて発表。アミーナをプロデュースする7輪は出した後は半年くらい反応がなくて、アイドル36封鎖で流れた時からガラッと変わっていって、 お客さんからのリアクションが増えましたと発言しており、楽曲派のアイドルファンへの影響が伺える。ピーチ・シュガー・アース・ノープロデューサーの小林清美は、2013年2月22日配信会で、ファーストシングルの、ひと時でもを流した時に、声ちっちゃ、でもこれはこれで結構いいね、とナンバと、峰脇が突っ込んだことから、ウィスパー・ボイスというコンセプトを思いついたと述べている。 2015年夏に制作されたピーチシュガースノーのチラシには、得の高くトップレベル選球眼を持ったアイドルファンから絶大な人気と書かれているが、その代表としてミネワキ、ナンバが挙げられている。作詞家の小玉アメゴは、たまたまアイドル36フサを見に行ったところ、ナンバがアップフロントワークスの橋本誠を紹介。作詞家なの。じゃあ一緒にやろうよ。 と声をかけられたことから、ハロー。プロジェクト楽曲の作詞を担当するようになった。2014年2月19日に、ミネワキが10年来のファンである、ベリーズ工房の熊井ユリナが登場した際には、緊張から赤面し、喋れなくなり、終始、メンバー、ファンから煽られていた。同日のベリーズ工房のインストアイベントの時に、数台あるカメラのうち、1台、 熊井専用のカメラを設置していたことが難波に舞台上でばらされて発覚した。2014年5月8日、正体不明のアイドルガツの明かりの CDR を流したところ、エゴサーチで月野が気づいて会場に登場した。月野の正体は大学の卒業制作でアイドルになりきって SNS 上での反応を調べるという疑似アイドルであった。2015年には、 東京アイドルフェスティバルから t i f で番組やりませんかというオファーがあったが桜学院見れなかったらどうするという理由で断っている。リサリサは2014年11月レギュラー会に自ら運営していた少女閣下のインターナショナルのプロモーションのため初出演神様、フッツ様、ナンバ様とナンバが MC を務める真夜中のニャーゴ出演時に述べている。 2015年10月に出演した際には、リサソロの CDR もタワレコに置いてほしいと、峰脇に直談判。ディストリビューション担当者との契約作業が2016年1月にまとまり、CDR、R&U、ウォルコールイドツレをタワーレコード限定で発売。さらに2016年9月には、初のプレス CD、売れるまで待てないをタワーレコード流通で 全国発売した。なお、契約がまとまる前の2015年11月には、シャイガール戦争のメガボルトの撮影を、開店前の渋谷店で行ったが、撮影許可を求めたメールを送ったところ、渋谷店の担当者が、アイドル36房の制作も兼ねており、すんなりと、OK が出た。眉村千秋は2017年9月レギュラー会に、会場まで足を運んでいるが、 飛び入りゲスト枠がすでに埋まっており、初出演は2017年11月レギュラー会であった。2017年の R グランプリで、ノリシルが5位にランクインしたが、結果には満足しておらず、その悔しさをバネに制作に取り掛かったアルバムゼルマニウムを2018年1月4日のライブまでに完成させた。すでに飛び入りゲスト6ヶ月空けるウールは適用されて、いたが、 2018年3月には、この回の飛び入りゲストだった、リリー・カオナとのコラボレーションユニットマユカオのメンバーとして客席からヤジを飛ばしていた。この時音源が初披露された、幻想、シャーロットは2018年の R グランプリを受賞している。2018年7月レギュラー会では、トイズ・ファクトリーの社長と面談したことを明かし、ナンバ、令和期からは、ダメだったらやり直せるし、 今しかできないことをやりなよとのアドバイスを受け、トイズファクトリーと契約することを決める。2018年8月4日の新宿ロフトでのワンマンライブにて仮契約を結んだことを発表した。ありがとうございます。